増谷選手と松木選手に来ていただきました、ファン感謝祭裏側ということで、こちらの楽屋でございますが、改めてよろしくお願いします。お願いします。ちょっと今日今年の1年も振り返ってもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、僕的にはやっぱり無観客の最初の再開試合の時にですね、アジアのライブで増谷選手と、はい、ファジスそうシーナー選手とファジスケアでやらせてもらって、はい、あの時本当に増谷髪の毛どないしたやんと。もうそうでしたね。あれなんであんなことあるんですか。まあ、今はもうさっぱり綺麗な感じで、なかなか床屋行きづらかった。床屋にね、はい、うん、確かに確かに控えてました。あ、それで結果はなりました、まあ、結果はあって、はい、いろんなとこからいろんな連絡来て、そうですね、髪切れと、あ、今テロップ出てますよ、はい、すぐ切れと。もうさちなみにいろんなとこからっていうのはもう誰から来たんですか。身内からだったり、はい、学校の同級生だったり、はい、元チームメイトだったり、どうしたんだと、はい、何があったんだと。確かにあの後すぐ切ってましたもんね。すぐ切りました。まあ、定ではすぐ切るってのは何しようかいや、これもう一回出してもらえると見てください、この髪の毛。まあ、今も近づいてきてるんですけどね。まあ、でも今まだ全然さっぱりしてますから。ただあの時6月のね、再開の時はもうどないしたやろと。本当ですね。どれぐらい切ってなかったんだろうな。開幕前に切ったんで、4ヶ月に切って、5ヶ月ぐらいか切ってなかったのか。女子の感覚、女子の感覚、女子の感覚である。女子でも女子逆に行くんじゃない。あ、本当ですか。女子の感覚を聞いてみたいですけど、松木選手はそういう意味で挑発にしたことはあるんですか。あんまりないですね。一番入団の時が長かった、ね、入団の時どんな感じだったかってこれまた出てます、ね、ます出てます出てます、はい、KO から小山に来た時、はい、新入団会見の時の写真が多分出てると思うんで、このくらいが一番長いですね。もうそこから1回短くしてからするとこんな感じで2週間に1回、はい、4ヶ月切らない人の気持ち分かるよね。もう髪の毛がすぐ量多くなっちゃうんで、はい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 、それが結構嫌で、うん、2週間に1回は、はい、じゃあ決まった床屋さんで、そうです、決まったそのカットの方がいらっしゃる、はい、うん、同じ髪型になるもんね。毎回同じです。それもワックスジェル、ジェルです。ジェル、はい、ここヘルメットじゃない。いや、全然大丈夫ですよ。俺がついていけないから。お二人の関係でいくとどうなんですか。その大学の時とかは、まあ、日体大と、まあ、慶応で試合とかってことは全然ないですね。一応第一、第四で被ってはいるんですね。だけど、試合はしたことないですね。違うから見たことあるんですよ、試合。ああ、その時の印象はどうでした。うるさいやつ、うるさいやつ、ヘリングクリアする時オラみたいなとこに行ってるやつがいるなみたいなだったんで。覚えてます、そのうるさいやつの。まあ、うるさいやつの部類には入ります、入ると思いますけど、そんなうるさいやつはちょっと嫌だなと思って。ああいう人と絡みたくないなって。いや、これもちょっと垂れ込みがあったんですけど、ああ松木選手の返事、ああ、分かってへんのちゃうか疑惑があって有馬監督によく言われます。松木分かってんのか、答えるとあれ分かってねえぞっていう。いやいや、本当に分かってますよ。本当に分かってます、はい、本当に分かった上で、はい、ちゃんと返事してます。でもやっぱ返事はやっぱすごいいいですもんね。返事は、はい、はい、はい、言うっていう垂れ込みがありましてですね。青森山田の影響ですね、はい、あ、青森山田やっぱ返事が良くないと試合に出れない。いや、試合に出れないというかもう、はい、やっぱ人間性の部分でもそこがベースにあるので、はい、ちゃんとコミュニケーションを取るとか、はい、そういったところはすごい厳しく。このあたり、体育の先生の免許を持ってる増谷選手、どうですか。まあ、返事してくれたらありがたいですけど、食い気味の返事はいらないかなって。日体とかなんかすごくないですか。いや、全然、なんか山田君みたいな。いや、それ馬鹿にしたらダメですよ。いや、馬鹿にしたら馬鹿にしたら、なんかうるさいやつじゃないですか。その時はな。いや、これはほんまに、ちょっとプチ炎上来ますよ。インターネットの人にエッサッサーバカにする。ダメだね、囲まれますよ、エッサッサーの人にこうやって。もう本当にすごいいい伝統だと思う。ああ、学校学校と切り替えは、いや、急に褒めてくれる。あ、すいません、あ、その特有の伝統があると思う。あ、すごい、ありがとうございます。確かにね。でもそれでも慶応だって学校特有のやっぱり歌とかあるじゃないですか。そうですね。まあ、我がね、もうそんなに、まあ、じゃあ、お二人は大学の時からちょっと知ってて、まあ、俺は一方的に、一方的にうるせえやつがいるな。逆に松木選手は、松田選手のことを。それはもう知っ
ってますよ。知ってますか。じゃあちょっともちろんください、ください、ちょっともちろんほら、分かってないですね。はい、僕の、3つ目の先輩と愛媛ユースで、そう、え、同期だった先輩が慶応にいて、はい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 、え、愛媛ユースで、はい、え、まさに愛媛ユース愛媛ユースの株組織で、あ、そうなん、え、はい、僕ごめんなさい、それぞれ広島出身やから、あ、そうです、うん、あ、じゃあ寮に入ってよかった、そういう遠距離留学だったの。そうです、愛媛で一人暮らししてて、あ、じゃあ高校生の時からもう一人暮らしで、はい、で大学生の時はもう寮で、はい、寮で、うん、めちゃくちゃ怖い先輩たちです。誰から聞いたんですか、このタレコミだったんですけど、それこそタレコミで怖い、マスターでしょ、4年生の時の1年生の子がね言ってたんですよ。後輩がね、日体大の寮の話ちょっと教えてください。なんない、2段ベッドのマサさん、マサで下で寝てて後輩が上上がろうとしたら、はい、ちょっとでもとしたら何て言うんですか、下からドーンって蹴って、はい、おい、そしたらその後輩一回帰って、一回上がったのにベッド上がって、もう一回降りるらしいですよ。こっそり上がるらしいですよ。めちゃくちゃ怖ないですか。すごいですね。でもそれが伝統だったんですもんね。そうです、伝統です。松谷選手は1回戦の時はこっそり、はい、それ松谷選手はやっぱり音を立てへん上がり方だったわけでしょ。俺が入寮した時に新しく寮ができて、はい、俺が1期生でした、寮。あ、じゃあ経験ないんだ。最悪だ、最悪だ、最悪だ。それをうっせえぞって、僕は俺のせい、まさかの、マスケンたちが伝統を作ったわけですね。伝統じゃない、